EX13 は EX12 の時に説明したこれまでのドレミファ通り、ドレミファのファ、正しい、普通のファの時は上の譜面で、下の譜面は7フレットの方を使って、追いかけレッスンってことになってますんで、上は普通のドレミファ、下はファシャープ、なのにまあ別に両方とも合ってますよと。で最後の4回目のフレーズっていうのはと両方とも埋めてっちゃうよってフレーズになってるんで、あんまり面倒くさいことは気にしないで、ボックスの中の音は全部埋めてっても別にどってことないよっていう、そういうところを感じながら、弾いてみてください。